歩いてよし行きます。日本共産党池内沙織衆議院議員ともどもご挨拶に伺っております。日本共産党市議会議員候補宇都宮明、宇都宮明でございます。この選挙戦前が大変お世話になりました。商店街の皆様、そして神谷にお住まいの皆様にたくさん応援をいただきました。日本共産党市議会議員候補宇都宮明、宇都宮明でございます。日本共産党池内沙織衆議院議員ともどもお願いに伺っております。皆様方の池内沙織議員に寄せられたその思いをぜひとも宇都宮明議員にもお願いいたします。ただいまよりこの場所をお借りいたしまして、日本共産党宇都宮明政策の一端、そして池内沙織衆議院議員の応援をお願いいたします。神谷二丁目の皆さん、神谷商店街の皆さん、こんばんは。日本共産党組候補の宇都宮明です。今日は元区議会議員の木本良愛さん、そして今国会から私の応援のために池内沙織衆議院が駆けつけてくれました。後から実際を行います。皆さん、今度の選挙、安倍政権の暴走にストップ、戦争立法、自衛隊を海外に出すために11の法律を自民公明が5月の連休明けにも国会を一気に通す危険な動き、皆さん今度の選挙で憲法9条を壊すこの動きにきっぱりと審判の声をこの神谷二丁目からどうか私に託してください。平和の一票は私宇都宮明、戦争に反対する方こぞって宇都宮明に託してください。よろしくお願いします。皆さん、消費税が増税されて1年経ちました。今暮らしも営業も景気も本当に深刻な状況、そして今年は国民健康保険料、介護保険料が同時に上がる年です。皆さん、今帰宅税がもっともっと皆さんの暮らしを守り応援するくせに転換しなくてはいけません。そのためにも9名の日本共産党組だ、引き続き全員統制をさせてください。そのためにもこの神谷から私宇都宮明をどうか区議会に押し上げてください。暮らしを守る一票は私宇都宮明にお願いいたします。皆さん、地元の選挙点数が5年、ありがとうございます。4年は44から44に4つも減らされ、50人がこれを争う大激戦、41なんです。文字通り厳しい戦い、何としても今日一日皆さんに1票2票3票と広げていただき、何としても区議会に送ってください。合わせて区長選挙では川和田博さん、神谷2丁目から立候補しました。今日一日川田博史区長候補と残る時間を力いっぱい戦いたいと思います。どうか私を区議会に何としてもお仕上げていただくことをお願いしまして、私からの最終日の会議をいたします。どうもご清聴ありがとうございました。